よし、やっていきましょう。キャットインザボックス実況プレイということで、現在ビデオテープを切らせてるのでセーブができないという非常にまずい展開になってるんですけど、ちょっとこの部屋にあることを願いつつ、はい、いろいろ見ていきましょうか。ハーブかな？それは果たして本来の意味でのハーブなのか、はたまた隠語としてのハーブなのか。グリーンハーブ、回復アイテム。これ調合できそうだな。山で育つハーブ、別の色はない。先手打たれたね。使ったら体力とスタミナが回復する、それだけ。実績グリーンハーブ。なんでハーブ取ったら実績解除されんだよ。これはタイマーみたい。ほら来た、ほら来た。分かんない、このゲームさ、あの海外のゲームだからさ、もしかしたら地域によっては合法なのかもしれん。最近結構そういうところ多いって聞くもんね。彼岸花、色なんか違くね。もうちょっと真っ赤だよね。彼岸島じゃない、彼岸花。ごめんなさい、ちょっとね、あの彼岸島が出てしまうら、なんか俺の中のちょっとイメージが強すぎるというのもあるかもしれないけど、最近ねまたあのネカフェ行って久々に読んだのよ、彼岸島。そしたらなんかあの天下一舞踏会みたいなこと始まってて、ちょっと笑いましたね。あれ一応作者さんの中では、作者の中ではまだホラー漫画のつもりなんだけど、真面目にホラー漫画書いてるつもりなんだろうけど、我々読者からしたらもうただのギャグ漫画でしかないんで、あ、ついになんかバトルものも始まったかっていう、ドラゴンボール的な展開が始まってたよ。植物担当者のメモ、1日1回忘れずに水をあげてください。朝の礼拝時間前8時9時までに植物の管理を終えること。彼岸花は儀式において重要な花です。扱いに注意。はーい。え、それだけ？え、それだけ？なんだったんだよ、この部屋。グリーンハーブしか手に入ってないんだけど。おい。なんだよ、これ。このグリーンハーブで俺は何をしろと言うんだ。ただまあとりあえず違法なんだろうなということは容易に想像がつくんですけど、だってこんなさね、大雑把ね、あからさまにやべえもん育ててますよ感出しながら、そして隠されてる大麻とともにね、完全に違法ですね、このハーブは。ちなみにグリーンハーブってさ、今つ、いやでもさ、体力とスタミナが回復する、みんな気づいてると思うけどさ、ぶっちゃけあれなんだよね、体力このゲーム始まってからなんか減る要素何一つないから使う意味がないんだよね。死ぬ時一瞬だからさ、回復アイテムとかなんか持ってて果たして意味があるのかっていうことにすごく疑問を感じてるんですけど、え、ないよね。だってダメージ負うさことなくない？一発死じゃん、ほとんど、ほぼほぼ一発死なのにさ、もう動かない。また地下戻ります。じゃあ、たださ、地下も地下でさ、あ、そっか、俺あのあとさ、まだあの先進んでないのか。とりあえず乗り込んで、いや、セーブしてー、超セーブして、マジ今んとこセーブ一回もできてないよ。このこのパート、この動画のパート始まってからさ、セーブ一回もできてねえぞ。やめてくれ本当に。え、ちょっとね、乱用しすぎたのが良くなかったのかもしれない。こまめなセーブとか言って昔からさ、すごく頻繁にセーブする癖があるから、ダメだね。やっぱこうやってセーブに回数があるゲームやらされると非常に困りますね。行くか。なんかそろそろ追っかけられそうなんだよな。ここの、ここね。絶対来るよ。俺言うまでもねえよ。絶対来るよ。ほら来た。え、遅い？あー、死んだ。いや、早かったよ。
早かったよ。だってあいつ来てなかったもん。来てなかったよ。ちなみにどっから？いや、これさ、まだあれだよね。ちょ待って、ここセーブしたらじゃあ先にこいつ巻くか。行くぞ。いや、今のはまずかった。やばいやばいやばい、エンターキー癖がついてる。ちょっと待って待って待って、シフト Z モードに戻れます。これでね、行くぞ。これは早い。なんで？なんだこのタッチの差。もう本当にどこにも突っかからずに行くしかないんだねこれね。行くぞ。さあどうだ。いや、これはいけた、これはいけた。恐ろしいねこれね。というか俺ハーブ取りに行かないと。あれが果たしてなんかエンド分岐に関わるのかどうかっていうのはすごく疑問ではあるけど、いやでも実績解除されるってことは重要なアイテムではあるんだよな。どっかで使うと思うんだよ。あれは下の部屋に行ったみたい。ん？逃げるしかない。あれはここにいる。ああそういうこと？乗るか。じゃあギリギリのところだったのかな。怖いのがさ、チーンって扉開いた瞬間、今度さ殺人鬼の方がいるみたいな。さあマリーあれだよね、結構表情豊かで可愛いよね。俺ゲーム始まった時から思ってるけど、足に力が入らない。なんかすごくねいじめたくなる顔してる。もっとね歪んだ顔を見せてほしい。恐怖に歪んだ顔を見せてほしい。まあせっかく来た。あ、ん？もうどうすれば。あの人を待つしかないの。うん、そう、やばいんだけど。エレベーターの下、変な階に、下の階に化け物いましたよ。そして今あなたがいるところの一番奥に人が縛られてると思うけど、見ましたか？ねえ、何か言ってくれませんか？ごめん、ちょっといろいろ考えてた。君のことは信じてるから心配しないで。化け物がいるという話はわかるよ、私も見たことがあるし。でも牢屋の奥に縛られてる人の話はよくわからない。はい？私が来た時は誰もいなかったよ。君の見間違いじゃないかな。なんか次元が違うのかね。この扉一枚隔ててることによって、たまたまなんか偶然、たまたま偶然ここが会話できるようになってるっていう。結構 SF 要素強めだと思うからこのゲーム。ずらそうとして下の階はどうすれば。他の方法はないんでしょうか。私たちがここから出るためにはあの下の階で儀式を行うしかない。その他はないよ。私は嫌です、下には行けない。あの変な塊は二度と見たくないから。そうか、そうだと思った。私が何とかするよ。でもそれ以外君に頼みたいことがある。何でしょうか。ろうそくと糸、彼岸花という。ありますね彼岸花。ろうそくと糸、糸もなんかどっかで見たな。ただろうそく、ろうそくどこで見た。糸と彼岸花はね当てはある。ただねろうそくどこだ。君がそれを持ってくる間、私は下の階であいつを何とかする。その後は儀式の準備をして。
家の呪いを解いてこのうんざりなところから脱出しよう。他の意見はある？わかりました、どうか死なないで。さよなら天さんみたいなテンションで言わないでくれ。上に行った時感じたことだけど、何かがおかしくなってるよ。異常現象に惑わされなく、私に、あ、違う、早めに済ませて、じゃないと、どうなるか私にもわからない。君が言った、あの縛られた人は気にしないで、多分あれも、異常現象の一つかもしれないよ。幻覚か幻聴とか、できる限り落ち着いて進んで、君を失いたくはないよ。わかった？はい。ただ切実にセーブがしたいです。安西先生、セーブがしたいです。あの人は化け物が怖くないのかな。とりあえず材料を探すしかない。彼岸花、糸、ろうそく、家のあちこちにあるって言ってたな。調べましょう。ろうそくね、まあとりあえず彼岸花から回収していこうか。はい、あの結局そう死んじゃったから、あのハーブもね取れてないと思うから。あ、ん、一瞬アイテムが光ってるように見えたんだけど違うよね。それとさ、あ、ちょっと待って、あー俺録音テープも取れてねえわ。そういえばなんかいけなくなってるし、なんかこれさ取っといた方がいいような気がするんだよね。これ戻れなくなってるわ。ちょっとごめん、あのデータ遡ってさ、あの一通りアイテム回収してきてからでいい？ちょっとはい、ごめんなさい。あのセーブがねなされてないんで、ちょっと非常にめんどくさいことをもう一回俺がやるんですけど、まあそれはもちろん全部カットされて皆さんにはまたここに戻ってきたところをお届けするんで、ちょっとだけお待ちください。そしてあの化け物も一発で巻いてなんとか頑張っていこうと思います。はい、ちょっとだけ待ってて、一旦カットやります。はい、ビデオテープじゃねえ、なんだっけ、録音レコーダー、を回収して、敵巻いて、彼岸花と糸と、なんだっけ、ろうそくか、を集めてこいって言われて、今ここに来たところなんですけど、なんかイベント始まっちゃったみたいで。変な匂い。変な匂いってなんだ？ちょっと待って、なんか下手なことしたくないんだよな、セーブできてねえから。先にさ、こっちこなしてからでいい。ちょ、先こっちやってからでいいか、申し訳ないけど、ごめんね、目先のこっちを先にやらせてくれ。これでまずは彼岸花を手に入れる。ただなぁ、セーブができねえのかなぁ。すごくね、長いことまたイベントをこなしてからじゃないといけなくなっちゃうんだよね。グリーンハーブゲット、彼岸花ゲッツー。なぁ、どっかになんかビデオテープ転がってねえかなぁ。1個でいい、たった1個でいいからくれ、頼む、五章の頼みだ。セーブ用のビデオテープを一つ恵んでくれ。変な匂いってこっちか。いや、ちょっと行ってみるか。ちなみに変な匂いってのはどっからしてた？あ、これさ、これ読んだっけ俺。数日前に届いた儀式用の道具の様子がおかしいです。何個かの新品が古いものに変えられたり消えたりします。ほら、やっぱなんか時空超えてるよな。だってさ、儀式用の道具の様子がおかしいですって、これ多分あれでしょ、俺がこうやってマリーを操作することによって多分なくなったんでしょ。そういうことだよね。でも地下礼拝堂の倉庫にあるろうそくが、あー、なるほど、ありがとうございます。つまりそこのろうそくを使えと。赤い糸が使い切ってる。
本当になくなってんのかな。あ、ラッキー、普通に手に入った。来い、ビーダーテープ、よし、きたー、きたー。そう、待ちわびたよ、これが欲しかったんだよ。儀式とか私がこういうことするなんてね、あんなの全部デタラメだと思ってたけど。彼岸花、ろうそく、糸だっけ。家のあちこちを探さないとね。あとはあれだな、なんか糸が垂れてるところ。ん、何これ、なんかおかしくない。え、何、ちょっとやめてくんない、セーブぐらいゆっくりさして。え、怖い怖い。え、使用制限みたいなのあったみたいな、そういうのないよね。この箱からひどい匂いがする。いや、まさか。うわ、クソが口悪いよな、お前な。前々から思ってたけど。マジ？ん？まあいいや、糸探そうや。あー、もうこことかも入れなくなってるね。このなんか女神のさ、銅像のさ、妨害がちょっと激しくなってきてるね。完全にさ、回収をさせないとさせてるようにしか思えないんだよな。あの、なんだっけ、録画テープ。そう思わない？どこだっけな、なんかこっち側のさ、確かなんかここら辺に、ちげえわ。ちょっと待って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 、どこだっけな。あ、ちなみにみんな聞いて。ここでね、息切れすると。エロくない？ごめんなさい。これちょっとなんかいろんなとこ行き来しててさ、この息切れを何回か聞いてんだけど、多分皆さんには聞かせてないなと思って、ちょっと聞いていただく場を設けて。あー、ここも入れなくなってる。ここら辺のさ、なんかなんか動いた？ここだな。あれ、え、なんかこういう感じの場所にあったような気がするんだよな。なんか開いてる？録音機。お？あ、聞けるんだこれで。へえ。ちょっといい機会だし聞こうぜ。そっか、これで聞けんのか。はい。月日、天気は晴れ。数日前、カルト宗教に入った父親を助けてほしいという依頼を受けた。宗教団体に入団して1週間目、順調だ。バカな真似をしただけで手当たり次第に騙されてた。現在依頼人の父親は見当たらない。聞いた話によると上位の幹部さんらしい。ここでは捧げた財産によって階級が置かれてる。こりゃ請求書が大変になるな。人たちに定期的な医療行為をしながら金をもらい、信者たちが捧げた財産によって階級が分かれ、移住地が変わるなど、ありふれているカルト宗教だ。全く依頼にも哀れなもんだ。うん、あと2つあるよね。2、天気はまあまあ。上位の信者になるためにはもっと長くいる必要があるそうだ。手がかりもなく落ち込んでいる間、子供たちの部屋を通っていた。この建物は託児もやっているようだ。手がかりないし、子供たちに聞いてみるか。なんだか落ち着かない気がする。狂信者たちに囲まれたせいで私まで狂いそうだ。いくら金をもらってもこんなところは二度と来ないんだ。3、そこを別に隠す必要ないと思うけど、天気曇り。ある子供一人のおかげで別の礼拝堂があることを知った。隠れ道があった。どうしてここまで隠そうとするのか。私を助けた子供は明日そこに行って恩恵を受ける予定だし、ちょっと怪しい感じがする。不吉だ。恩恵、
恩恵だと、あんな隠密の場所で。私が子供たちと話をしたことが他の信者にバレた。まさかそんな理由で何かするつもりか。いざとなったらこの拳銃で痛い目に遭わせてやろう。礼拝の時間、人が集まってる時こっそりあそこに行ってみよう。この宗教は他の宗教と違う怪しさを感じる。それは詐欺ではなく殺人事件のような怪しさだった。あ、そう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 、ここのさ、これだよ、これこれ。きたー、きたこれー。うん、ベーターいきますか。なんでお前らはそう一様に道を塞ぐんだい。もうさ、あのセーブ用のさ、ビデオテープがなくなったせいでこのさ、あの床のタイルみたいなやつもさ、録音テープに見えてくるっていう、ちょっと脳内バグが起きてるんですけど、俺だけですかね。なんかそろそろ追っかけてきそう。現状ね、追っかけられてね、捕まったらね、ちょっととんでもないことになりますね。だいぶ前からやり直さなきゃいけないことになる。見逃してるテープねえかな、多分ないよね。結構俺さ、回収はしてるから、それをなんか取り逃してるっていうことはね、おそらくないとは思うんだよね。わあ、もうあっち側も行けなくなってる。もうおとなしくこのエンディングを迎え入れろよっていう、そういった強い意志を感じる。なんかいたよな、やっぱなんかいたよな。なんか時たまさ、いるんだよね。なんかマップの切り替えの時にさ、違う人物が映り込むっていう。なんなんだろうな。絶対意味はあるんだろうけど、果たして、というか、エンド分岐が仮にあったとしてさ、俺が向かってるエンディングは果たして正しいと言えるのか。どう思う、みんな。あとさ、待って。こことかもさ、上のフロア、上じゃねえ、下か、下のフロアのさ、右上のところの扉入ってった先とかさ、俺調べてないんだよね。これはまあ後回しでいいかみたいな感じで。俺ちゃんと調べてないんだよ。だからもし行けるんだったら、右側の通路を通った先のところもね、見てみたいんだよね。あと左側、左側もね、あんま調べてないから、化け物から逃げただけで。なんか暗くなってない？探さないとね。ここいや、暗すぎだろこれ。暗すぎだろ。こっち側とかも生きるようになってる。あ、生きるようになってる。ちょっとない、いない、あ、違う、そっか、元から、あ、いけるようになってる。おおおおお、来た来た。ニコもありがてえ。焦らず冷静に行こう。はい、わかりました。なんか語りかけてくんね、俺に。もうすぐ終わる、全部終わればいいんだけどね。あ、今回正しくセーブできたね。謎だよな、なんかセーブできるね。